どうも皆さんこんにちは。今最大に激怒してる大ちゃんです。視聴者の皆さんに報告することがございます。今日の9時頃大トレ鉄道に入った瞬間、プリウスミサイルと見られるものが爆発し、大トレワールドが壊れました。今専属の自動制作プロの方を呼んで復興作業に移る予定です。僕はこのプリウスミサイルを置いた人物に心当たりがあります。皆さんがご存知の通り、あの人物しかいません。もう許せないです。大トレ鉄道公開動画とか鉄道会社バカにする動画投稿したり、俺が逮捕されたなんて誤解を招くようなタイトル詐欺の動画投稿したり、いろんな違反行為してます。ちなみにあの動画は肖像権違反の可能性があるそうです。まあそりゃそうですよね。元動画を許可なく使用してるんですから。こちらが大トレ鉄道のワールドです。ご覧の通り大トレ中央駅が跡形もなく消えました。こんなことするとかマジで運営にそいつの赤を一生ログインできなくしてほしいです。今から我々は復旧作業に移ります。ユンチさんがせっかく遊びに来てくださったのに、今度来た時こんなワールドを見せられるわけありません。あいつはユンチ様の悪口を言うような動画を投稿していました。俺はユンチ様の悪口言ったやつは許さないと決めています。とにかく今後はこのワールドの復旧作業するので、もしかしたら永久実況などの動画が投稿できない可能性がありますが、こんなことがあった時のために早めに制作しておりますので、そこはご了承ください。またこの後別動画で、前回話したコラボの詳細についてお話す予定ですが、まさかやってない間にこんなことになってるとは思いませんでした。まあそういうことで、この動画は以上です。無事に復興作業が終わることを祈っててください。それではこの後のコラボ説明動画でお会いしましょう。バイバイ。